ピンクのコジュレショータイム。みなさんこんばんは、私たちピンクです。ピンクのコジュレショータイム。この番組は私たちピンクのことがこれでもかってくらい何でも分かっちゃう30分です。今週は東京遠征で東京観光がもっとしたかったエメちゃんこと桜田姫香と、はい、前髪が難しくて最近おでこ上げていますミルルンことゆずきみると、面白いことが言えるようになりたいです、きょうるんことともりきょうりです。以上のメンバーでお送りします。最後まで私たちについてきてね。ついてきてね。はい、きょうちゃん収録久々だね。はい。で、ずっと見る姫リンが多かったかな。そうですね。で、きょうちゃんは多分中学3年生に上がってから、はい、初めての登場だと思うんですけど、はい、どうですか中学3年生は。中学校3年生は、なんだろう、学校は、めちゃめちゃ環境が変わって、なんだろう、みんな勉強っていう。そうだね。受験生だもんね。そう。うん。やばいです。やばい。え、みんなもう勉強モードなの？休み時間とかも遊ばない感じ？いや、わちゃわちゃしてるんですけど、しながらも、なんか、いつもうるさいダンスとかも、勉強するから黙れ、みたいな。なってて。そんな人いなかった。じゃあ結構、ちゃんとしてるこの集まりなのかもね、クラスメイトのことっていうか。だといいですね。そうなんだ。ひめちゃんとかね、田舎のヤンキーだからそんなことない。いや、そうだったんですか。口調が、なんだろう、田舎のヤンキーじゃないけど、なんかみたいにたまになっちゃうだけで、別にひめちゃんなんだろう、青春派ですよ。そうですか。王道系アイドルやし。ちょっと信じれないですね。ちょっと境界線が見えるんだよ。ちょっと。ひめちゃんときょうちゃんの間には境界線があるの。うん、あるある。そっか。なんかちょっと壁あるもんね。壁ある。へぇー。また不仲説出ちゃうから。まあ、ないんですけど。ないです。最近仲良し、そうだね。最近はね、最近はずっと。それもちょっと誤解分でやめましょう。ずっと同期だしね。そうだね。まあ仲良しということで。はい。はい。じゃあ中3になって自分自身も勉強頑張ってる？はい。なんか、社会すっごい苦手で、もう諦めてたんですよ。もう知らねえと思って、勉強も。なんで？でも、なんか最近社会の面白さに気づいて。歴史？地理？歴史です。歴史ね。楽しい。楽しいっていうか。大丈夫、待ってください。大丈夫。うなずくだけでいいよ。顔がマジだったの。社会は、図ノート書くのがすごい好きなんですよ。だからノートをまとめてると授業が終わるから楽しいなと思って。わかる。なんか小学校の頃とか、社会でなんか色ペンいろいろ持ってきて、それで先生がここをちゃんと要注意に書いてみたいなとこ言われてる子、ちゃんと色ペンでなんかカラー別にしたりとかして、ちょっと楽しかったなっていう思い出かな。思い出かな。思い出かな。自分の思い出語られちゃう。まあでもノート綺麗にまとめて後で見やすいしね。はい。そうですね。大体ね、なんか先生にノート出すじゃないですか。帰ってくるとき一言が書いてあるときがあるんですよ。大体ノート綺麗にまとめられてますねっていうのが書いてあって、いつもそれだなって思いながら見てます。まあでも褒められてるからね。ノート綺麗に書けてるでしょうで、通知表が上がるかもしれない。確かに。授業態度良くなりそう。はい。私学生の頃忘れ物女王っていうあだ名をつけられてたので、本当にあの授業の関心欲態度みたいな項目が絶対に ABC の中で C で、どんだけ勉強できる教科でも5が取れないっていう、かわいそうなタイプでした。かわいそう。忘れ物しちゃいますよね。そう、今の姫ちゃんと一緒。そう、人間なのでしちゃいますよ。めっちゃ正当化してるんだけど。忘れ物はしちゃダメですよ。そうですね。しないことが一番。そうですね。じゃあ、と最年少から言われちゃった。はい。じゃあ、ちょっとピンク、なんか、ちょっと話の趣旨が変わってくるんだけど。ダメ。忘れ物をね、しないように。そうですね。したいなと思うんですけど、このラジオで結構今後夏になるっていう、夏に向けて、やりたいこととか、喋ってるんだけど、きょうちゃんは夏やりたいこととか目標とかある？きょうより今年の夏は泳げるようになりたいです。おお、今あんまり泳げない？あんまり、嫌いです。あ、嫌いなんだ。はい。え、
そんな嫌いな水泳を泳げるようになりたいで、めっちゃストイックというか、なんかね、はい、意欲がありすぎん、うん、めっちゃなんか、似合わないこと言ったら、すごい苦手なことを得意にしたくて、得意なことをもっと得意にしたいんですよ。いいことじゃん。いいこと。うん、なんでひめかちゃん笑ってるんだろう。笑われてた。なんか名台詞みたいで、あっから超おもろいな。どうやってたね、今ね。どうやってた、どうやってた。で、苦手を得意にしたいなと思って、できるようにしたい。いいじゃん。学校で水泳の授業ある？あります。その時も、クラスの中だったら泳げない方なの？はい、全然ダメな。水怖いとこある？ちょっと。え、すごいね。そんな苦手なことを。はい、うん、じゃあ、結構メンバーでプール行こうっていう話が出ているので、でもキョンちゃんガチのプール行った方が良さそうだね。確かに。ガチのプール。市民プールとかね。市民プール行って、25メータープール、でちゃんと泳いだ方が良さそうじゃない？ね、うちらさ、わちゃわちゃ遊ぶためにプール行こうってなってるから。うん、それはそう。あれ、チクが教えてあげるよ、25メートル。泳げるの？うん、泳げるよ。何メートル泳げる？25メートル泳げるし、多分折り返しできる。多分、多分。多分、うん、溺れない、ね。クロールとかやったらさ、やっぱりなんか息継ぎあるじゃん。多分息継ぎあるから、その無限にできると思う。何でも息継ぎあると思うけど。え、でもなんか息継ぎしないなんかね、泳ぎ方とかあるじゃないですか。毛伸びじゃない？あ、毛伸び？最初の毛伸びじゃん。毛伸びか。めっちゃ最初だよ。わかんない。でも多分泳げると思う。じゃあクロールがお得意なんですか、ひめちゃんは。うん、クロールと得意。あ、じゃあ、ひょうちゃん、クロール教えてもらったら。はい。いいよ。行こう。じゃあ今年の夏は、はい、市民プールにひめちゃん、ひょうちゃんが行って、はい、泳げるようにしてきます、うん、そうですね、ちょっと特訓してきますね、ひょうちゃんのこと、うん、頑張ってください。頑張りますね。私もね、小学校の時水泳部入ってたから、うん、泳げるよ。あ、そうなんだ、うん、じゃあウィルちゃんに教えてもらったら。なんで？でも私は毎年夏になるとリセットされるタイプ。あ、今もう泳げないと、ちょっと練習してないと泳げない。え、じゃあもうみんなで行きましょう。一緒に市民プール行って、うん、そうそう、対決よ。一日で誰が一番、あ、ありありあり、はい、泳げるようになるか対決。楽しそう、楽しそう。頑張る。ね。うん。気合で。気合で。はい、気合で。レッツゴー。気合で頑張りましょう。はい。それでは、ここで一曲をお届けしましょう。大ハングさんからのリクエストで、せーの、ウィニーラブ。ウィンディーラブをお送りしました。ピンクのポチョイレショータイム。ここでメールをご紹介したいと思います。ラジオネーム大ハングさんからです。ミルちゃん、今日出演してるピンクメンバーの皆さん、こんばんは。
いつも楽しい放送ありがとうございます。さて、先日まで2日間の東京遠征お疲れ様でした。新宿アルタと新木場スタジオコーストと有名な場所でのライブでしたね。2日ともすごく盛り上がったようで良かったです。ピンクの知名度も今回の遠征でさらに上がり、たくさんの方がまた見に来ていただけるといいですね。さて、今回の遠征はお泊まりでしたね。先々週の放送ではお泊まりを楽しみにしているようでした。お泊まりで楽しかった出来事、ちょっと困った出来事とかありましたか？また東京滞在中でのハプニングとかありましたか？そしてまた今度は遠征したらやりたいこととかありますか？教えてください。まだまだ梅雨の期間でジメジメする季節ですので、健康に気をつけて元気で素敵なライブパフォーマンスを見せてください。次のライブでミルちゃんやメンバーの皆さんに会えること楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やっぱみんなね、触れてくれるのは先週末の東京遠征だと思うんですけど、どうだった？もうざっくり楽しかった？楽しかったです。よかった。ちっちゃい声で楽しかった。楽しかった、よかった。お泊まり、そう、お泊まりっていうのが初めてだったんだけど。そうですね、はい、お泊まりについて楽しかったですか？うん、まあ楽しかったですね。なんか、うん、なんか部屋で普通にジュリとなんか世間話をしてたんですよ。あ、そうだね、二人一部屋だったんですけど、姫ちゃん、そう、自分はテンションのジュリちゃんと一緒で、そう、ジュリと世間話をしてて、そしたらなんかいきなりコンコンってきて、なんか、え、なんだろうみたいな、ちょっと姫とジュリがうるさかったのかなと思って、その、なんだろう、そう、クレーム来たのかなぐらいにいて、その窓の見るとこあるじゃないですか、あるね、で、その目の前でジュリが見に行ってくれて、誰もいないんだけど、ね、怖い、ね、誰もいないんだけどとか言い始めて、なんか、何それ、怖いんだけどと思って、で、またコンコンなんか、なんか何回もアラームするから、もう怖と思って、でもまあ、でもどうせお化けとかじゃないし、まあなんか変な人だったら嫌だなと思って、見に行って開けたら、なんかミルルちゃんがスマホを持って動画を撮ってたっていう、ちょっと本当に恐ろしい話でした。恐ろしいですか？恐ろしかった。でもそれ覚えてないんですよ、夜。そう、あんまり覚えてなくて。私が動画を LINE で姫ちゃんに送ってたから、朝その LINE を見て気づいたっていう、ね。そう、ありえんすっぴんだったっていう。そう、ちょっとドッキリしたくてやってみた。そう、面白い。本当はね、朝のドッキリとか私したかったんですけど、みんなのカードキーもらってなかったんで、まあそうです。無理でしたね。はい。きょうちゃん、楽しかった思い出ありますか？きょうりは1日目のお昼なんですけど、みんなでもんじゃ焼きを食べに行ったんですね、でその時に、きょうりちょっと用事があって遅れて行ったんですけど、最初に姫ちゃんがもんじゃ焼きを焼いてて、でなんかちょっとドロドロしてたんですよ。なんかまだ生焼きかなみたいな。もんじゃ焼きって難しいんだよね。はい、でなんか割とメンバー焼いたことないメンバーが多いみたいで、きょうりできてたっていうか分かってて焼き方を、でなんかできてなかったから、ちょっとやってあげようと思って、貸してって感じでやったら、なんかみんなできるじゃんみたいな。姫ちゃんのドロドロのもんじゃ焼きを復活させてたんだよね。すごい、マジプロだった、あれは。で、みんなもきょうちゃんのその、ちゃんと焼けることに感動だし、興味津々すぎて、まだ焼いてないメンバーとかが、え、やってやってみたいな感じで、絶対きょうちゃんの、はい、焼きました。そう、絶対きょうちゃんの家もんじゃ屋さんだろうなと思いながら見てた。え、実家もんじゃ屋さんってみんな言ったもん、ね。ファンの方はさ、私ストーリーに、インスタグラムのストーリーに載せたんですけど、それ見たファンの方が実家もんじゃ屋さんかなみたいなこと言ってる方とかいたから、ね、すごい。いや、でも14歳にしてあんだけもんじゃ焼き焼けるの本当にすごいと思う、ね、焼けないですもん、21歳で。なんか世代が世代ですしね。意味わかんない。めっちゃなんか、別になんか今の14歳の子ってなんかタピオカイエーみたいな感じじゃないですか。なんかちょっともんじゃ焼きイエーではないと。もんじゃ焼きイエーじゃないし、なんかもんじゃ焼きでなんか違う、わからん、失礼なことかもしれんけど、まあ、わかるよ、そんな世間で流行ってるわけでもないもんね。そう、今はなんか世代的にはなんだろう、まあ武田さんぐらいのおじいちゃん方ぐらいが好きなさね、もんじゃ焼きじゃないですか。そうなんです、ね、そう、だからちょっとギャップというか、確かにね、若くしてもんじゃ焼きを、そうそこで結構喋ってたんですけど、きょうちゃんが焼いてくれるもんじゃ焼き屋さんがあれば、ファンの方喜ぶんじゃないって話とかキングしてたじゃん。確かにね。だから今私たち の働いてるコンセプトカフェのハニーフィールドがあるんですけど、まだね、きょうりちゃん中学3年生なので働けるとしても来年からなんですけど、そこに鉄板を導入してもらって、
門前焼きをせいちゃんが作るっていうパフォーマンスしたら、はい、確かにいいと思う。みんな来るじゃん。うん、うん、やりましょう。うん、鉄板パフォーマンス、うん、もんじゃじゃなくてもなんかあるじゃないですか、あの卵とかをパンって割る。あ、あるね。鉄板のパフォーマンスとかできるようにしたらすごくないですか。もうすごい頑張って。確かに、まんじゅう部みんな見たいね。まんじゅう部、私ね、高校生のバイトね、お惣菜屋さんやってたんですけど、はい、そこで中で鉄板担当してたことあって、うん、だから普通のお好み焼きと焼きそばなら作れるので、はい、そんなすごいことはできないですけど、きょうちゃんがシフト休みの日は普通のことをして、はい、鉄板を盛り上げるので、はい、メインはきょうちゃんのもんじゃ焼きで、そうですね、平井さんにお願いしましょう。はい、お願いします。お願いします。じゃあみるちゃんどうでしたか。はい、みるちゃんはお昼はもんじゃ焼きピンクメンバーで食べたじゃん。はい、でもライブを終えて1日目の夜に、ライブすぐ終わってから打ち上げみたいな感じで、うん、ピンクメンバーとリザーテメンバーと運営スタッフで、うん、みんなでご飯行ったじゃん。はい、あれが楽しかった。楽しかった。あれがめちゃめちゃ楽しかった。なんかちょっと個室チックなところだったじゃん、うん、もううちらしかいない空間で、うん、12人だったからお店の人も困ってて、うん、なんかちょっと小さい個室みたいなところに通してくれて、うん、そこで2つ机があって、うん、一応平井さん、武田さん、男性陣が1つで、残り10人が1つのテーブルっていう、うん、めちゃくちゃこっち側狭かったんだけど。そうですね。っていう感じだったじゃん、うん、で料理が運ばれてきて、うん、一番そのお店の人がだいたいその男性陣の方の机に置くから、うん、私が結構近かったから撮ってたんですけど、やっぱ、うん、なんだろう、ティンクメンバーのゆめちゃん、りんちゃんは私に容赦なく、うん、みるちゃん唐揚げそう、みるちゃんそれ1個みたいな感じで言って、まあ、めっちゃパシってくれ、まあ、でもパシってくれる方がその時はね、みんな食べなって思ってるから、うん、だけど、やっぱリザーブのことかって私に言えないんだろうなって思ってて、うん、ね、最初マジで言ってこなかったじゃん、なる、うん、でもちょっとずつ話しかけたら、みるさんそれ取ってもらっていいですかみたいな言ってくれて、それが私嬉しかった。なんかちょっと仲良くなれたかなって、うん、水汗のことご飯食べることって今までなかったから、うん、そうですね。そうで、ティンクもね、遠征参加してたのが7人なので、うん、7人みんなでご飯食べてっていうのが楽しかった。あと私は大人なのでそこでアルコールを飲まさせてもらったんですけど、うん、それが楽しかった。よかったですね。そう、なんか平井さんにお酒飲んでもいいですかってめっちゃ下から断られても傷つかないように言ったら、本当以上がないよって言われて、うん、私とエレちゃんと、あとは平井さん、あとは武田さんがもう何ヶ月ぶりかに飲んだらしいです。いっぱい飲んでました。なんかみんなで乾杯したりとかが楽しかったかな。美味しかったしね。うん、美味しかった。うん、あ、ご飯が記憶ある。もう記憶ありますよ。記憶ある。ご飯美味しかった。美味しかった。うん、なんか平井さんが手羽先頼む時に20個って言って、うん、でその時手羽先食べたい子を手挙げてるのが 4,5 人しかいないのに、うん、20個ですかみたいになって、うん、まあお家で食べるだろうとか言って、うん、半分以上残ってたよね。で、はい、全部残ったやつはゆららの前に送ってる、うん、でゆらちゃんはなんか美味しいで食べてましたけど、よかったですね。はい、うん、そのね、やっぱご飯がね、私的には思い出かなと。なるほど。思いますが、私はハプニングを思い出しました。はい。思い出したから、ひめちゃんそんなさ、ちょっとテンション低くなっちゃってるの。これ言われるかもしれないと思ったから。かもしれない。分からん。思いついてることかな。うん、実はひめちゃん2日目の朝寝坊したんですよ。そう、ね、寝坊しちゃいました。さっきも言ったんですけど、ジュリちゃんとひめちゃんが同じ部屋で、集合時間にロビー集合だったんですけど、うん、時間になっても降りてこないってなって、はい、スタッフの子が連絡したところ、今起きたってなり、はい、ね、はい、どうして寝坊したんですか。ちょっとあの言い訳になっちゃうんですけど、もうこれは言い訳としていいんですけど、はい、もう開き直ってるね。そう、もう言い訳なんですけど、はい、一回起きたんですよ、うん、そう、なんかその本当は9時に起きる予定で、でもジュリは別になんかもっと長く準備したいから8時半に起きる予定で、うん、そのジュリのアラームが8時半になって、うん、なんかめっちゃうるさかったんですよ、うん、そのジュリのアラームが、うん、だから一回起きて、姫はジュリのアラームで、うん、ジュリうるさいから止めて止めて止めてとか言って、うん、でそれでジュリが止めたんですね、うん、で姫はその9時にアラームかけてるから、うん、姫のアラームも鳴るんですよ本当は、うん、でも多分鳴ったんですよ、
なったのになんかめちゃくちゃ、うん、アラームの音を忘れながら爆睡してて、うん、でそれで集合時間の10時に起きるっていうちょっとマジで最悪な、でそれその後に10時に起きて部屋を出るのはいいんですけど、うん、なんかもう慌てすぎて、うん、エレベーターの1階に着いた瞬間にカードキーを部屋に忘れたことを、うん、あの思い出して取りに行って、うん、そう、姫ちゃんは一人で取りに行くんですね、これは。そう、うん、そう、なんで一人で取りに行って、で、はって気づくんですよ。だってカードキーがないと入れないじゃないですか。部屋の中にカードキーあるのに、一人でカードキーってどうやって開けんねんって。そう。こっち、ロビーでも、姫と一人で行ったの、ジュリちゃん行かんとかんくない？え、ジュリちゃんも、え、あ、ってなったら、LINE、電話が鳴ったんだよね、ジュリちゃんと。そう。で、ジュリちゃんも行ってきますって言って、そう。行って、二人で、そう。で、部屋で取りに行って、ロビーに二人で戻ってきました。で、ジュリちゃんが、あの遅れましたすいませんって言ってるんですけど、うん、その相手がなんと知らないおじさん2人っていう。そう、なんか慌てすぎてコンタクトつけてないから見えてないで本人言ったんですけど、うん、そう、そのおじさんたちは何何何って。もうやばい、やばかったですね、こっちが。ほんとね、ね、2人は、そう、心の中がもうマジ無理、最近寝坊しすぎ無理って思いながら、ていうかもうなんか、この前も寝坊しちゃって、で、公式のツイッターに、もう寝坊のたもお休みしますって書かれてて、もうまた寝坊したまりってのになりながら、そう言ったんで、もう姫たちは心のハートが小さくなったまま言ったんで、ちょっと、面白い感情はなかったんですけど、うん。まあね、お寝坊はね、いけないことですけど。そうですね。でも、みるちゃんも、こっちお寝坊しましたよね。そうだよ。お寝坊多いな。慰めるわけじゃないですけど、私は2018年に、はい、2月に。そうそう。二人がまだデビューするギリギリ前に、うん、そうです、ね。お寝坊してるんですよ。そうなんです。電話来て、平井さんから。はい、うん。パッて取って、あ、ごめんなさい、おはようございますってなって、もうライブ出演まで15分とかだったから、うん、絶対間に合わなくて。で、その時、なんか、ちょっと出演後、ちょっとしばらくしてからの終演後物販だったんで、それには間に合ってしまって、で物販だけ参加するっていう、ちょっとね、嫌なやつになっちゃったんですけど、そう、それでみんながいじりに来るの。なんか着いた瞬間も平井さんがなんか笑ってるのね。うん、私怒ってほしくて。わ、うん、かる、うん、なんか逆に怒ってほしくない、しっかり。確かに。なんかもう逆に怒ってくれないから、もうなんかどんどん病むの、自分が。あ、もう自分最低だ、メンバー笑ってるけど、本当はクソって思ってんだろうな、みたいな。思考にどんどん陥ってしまって、で、物販でファンの方に会ったら会ったで、私のファンの方も、お寝坊したのみたいな、あはは、みたいな、うん。だけど、なんか私のファンじゃない方も、なんかその日物販来て、なんか、公式にお寝坊って書かれてて、ウケるみたいな感じで、うん、なんか、大体そういうの諸事情じゃん、みたいな。うん、はっきりミルちゃん書かれたの多分初めてだと思うよ、ウケるね、みたいな感じで。え、それ、この前の姫かなって。だよね、うん、言われた。みんなさ、ウケるねって言ってくるじゃん。みんなウケるねって言ってくる。もうやめてって思う。それがいけない、ウケないというか、一番なんかもうね、ごめん、うん、なんか反省する瞬間で、ね、申し訳ございませんでしたってなってた。うん、そう、そっからは、出演ギリギリの、出演できないお寝坊を私はしてないので、姫ちゃんはきっとこっからしなくなるよ。そうですね。うん。うん。頑張る。うん。まあ、朝弱いっていうのはね、体質の問題もありますから。そうですね。ね。まあ、うん、まあ、それを言い訳にしないように頑張ろうかなと思います。そう。誰かにモーニングコール頼むとかするといいよ。そうですね。もうね、自分で起きるのは私諦めてるんだよ。うん、いつも、パパに、うん、何時に起こしてねって、LINE しとくんですよ。なるほど。おすすめですよ。ちょっと使わせていただきます、ね。はい。してください。はい。はい。じゃあ、私たちはね、7月もまだ詳細は出てないんですが、東京遠征あるので、東京近郊の方はもちろん、名古屋の方も一緒についてきてほしいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここで曲をお届けしましょう。ティンクでカラフルデイズ。いつだって今だって君の背中に夢を見てるよ。君のことが好きだから。繰り返しそんな風に思ってたのに、不意に
クのこっちおいでショータイム、今週はいかがでしたか。個人的にはなりますが、今年の夏は泳げるようにしたいということで、メンバーここで教えていただけるみたいなので頼りにしています。はい。さて、この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組の感想やメンバーに聞いてみたいことなど、ぜひ送ってみてください。採用された方は抽選で毎週1名様にピンクメンバーメッセージ入り色紙をプレゼントいたします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号、ティンクの色紙希望と書いて、メールアドレスは mid-fm@web.co.jp mid-fm@web.co.jp ティンクのこっちおいでショータイム係までメッセージたくさんお待ちしています。そしてティンクのライブなどの情報はティンク公式ツイッターをご覧ください。それでは今週はこの辺でお別れです。以上、私たちピンクでした。ありがとうございました。メンバーでもんじゃパーティーしようね。しようね。いきます。